こんにちは、トバログです。いやー、今回はですね、ちょっと Airbnb の部屋からお送りするんですけども、今回は Visor っていう VR 空間で PC を接続して、作業するためのデバイスについて紹介しようと思います。これはね、10万円ちょっとで購入できて、片目 4K ディスプレイ、50万円で売られる Vision Pro と同じぐらいのね、ディスプレイを搭載しているっていうところで、かなりね、気になってるデバイスなんですね。そもそも VR で作業するのってどういう感じなのっていうところは、ここのね、動画で結構詳しく紹介しているので割愛するんですけど、このねバイザーどういうことができるのかとか、あと最近ねいろいろ発表に対してアップデートがあったんですけど、何ができるようになったのかみたいなのをこの動画では詳しく紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、じゃあ改めてバイザーって何なのかっていうのを紹介すると、基本的に作業のために特化した業務ツールっていうところですね。ゲームとか VR コンテンツが楽しめるっていうわけではないんですけど、その代わり超軽量、しかも高精細で PC と接続して、作業領域をね増やせるっていうツールですね。有線なり無線なりで、この手元にある Windows PC とか MacBook とかそういうのとね接続をして、仮想空間の中にねディスプレイを最大5枚まで広げることができるっていう作業効率を上げる、ユーティリティ系のツールなんですけど、そこがね開発しているヘッドマウントディスプレイですね。現時点ではまだコンセプト段階で仕様が完全に固まっているわけではないんですけど、一応ね2024年発売とアナウンスされています。できることに関してはそんなに、多くはないんですけど、その代わりスペック的にはね結構強いんですよ。片目で、4K のねディスプレイを2枚搭載していて、かつねサイズ感がこんな感じなんですよね。サングラス型というかちょっと大きめのサングラス型になっていて、重さもねなんかスマートフォンより軽くなるみたいな、言い方をしているんですけど、だいたい 200g 以下で収まってくるんじゃないかなっていう軽さと高解像度っていう点がかなりね魅力の端末かなと思います。現時点で僕はメタクエスト3をこういう風にね改造して結構フットプリント大きめで使っているんですけども、もしねバイザーが手元に届いたら、これよりちょっと大きいぐらい、そしてちょっと重たいぐらいのサイズ感で、だけど 4K 合計 8K ぐらいの解像度で、ディスプレイをね見ながら作業できるっていう感じで、これはめちゃくちゃ気になってますね。はい、っていう感じのバイザーですね。スタートアップが作っていて、まだねデバイスハードウェア一つ目っていう感じなので、本当にいろいろね気になるところではあるんですけど、個人的にこれが良さそうだなと思うポイントをちょっといくつか紹介しようと思います。まず一つとしては、やっぱりねイマーズドっていう、すでに長い年月をかけてねいろいろこの作業空間を開発している会社が出す、ハードウェアっていうところ、しかもね結構アップデートも頻繁でだんだん使いやすくなっているので、その会社が出すんだったら結構ね信頼できるかなっていうのが一つ。二つ目としては、スマートフォンぐらいの軽さ、200g 以下ぐらいで、重さとしては実現されると思うんですけど、そのぐらいなのに 4K ディスプレイを2枚搭載していて、かつねカラーパススルーも搭載するみたいな、そういう話なので、軽そうなのにハイスペックっていうところがやっぱりねいいかなと思う点ですね。で、三つ目としてはやっぱり Windows でも Mac でも使える、これは結構個人的には重要です。特にね今 Windows PC を使ってるんですけど、外用にバッテリー持ちがいい、M3 の MacBook Pro とかもちょっと気になっているので、そういうのとね、併用しながら使えそうだなっていうのは本当に嬉しいところですね。で、4つ目としてはやっぱり価格的なところです。 Apple の Vision Pro が50万円ぐらいしてくるんじゃないかって言われてる中で、ちょっとねこれ後で詳しく紹介するんですけど、$749.99から、だいたい日本円にして114,000円ぐらいから購入できるっていう、価格にすると本当に3分の1ぐらいで買える価格っていうところが結構ね、強いのかなと思っています。ちょっと試してみたいけど、50万円ってめっちゃハードル高いけど、11万円台ぐらいだったらまだギリ手に入るかなっていう人もね多いと思うので、その感覚で言うと結構ね試すにはいい価格帯かなって感じですね。で、バイザーね2種類あって、 4K エディションとファウンダーズエディションっていうのがあるんですけど、機能性の差はほぼほぼない形ですね。だけど、ファウンダーエディションちょっと高いモデルに関しては、通常のモデルよりもだいたい半年ぐらい早く出荷されますよとかだったり、あとバッテリー2時間延長のバッテリーオプションで含まれてますよとか、プレミアムのねサブスクが永久になりますよとか、そういうのがいくつか入っています。なので、本当にこれで作業常にしているっていう人だったら、
ファウンダーズエディションでもいいと思うし、まあ、そんなに発送時期とか気にしないよっていう人だったら通常モデルでもいいのかなっていう感じですね。はい、今動画では現時点でっていう言い方をしたんですけど、実はね値上げがすでに予定されています。2024年出荷なんですけど、11月24日までにオーダーすれば現時点のねさっきの価格 749.99 ドルからっていう感じなんですけど、まあ、それ以降11月24日以降のオーダーだと最低ね 949.99 ドルからっていう感じになります。ちなみに現時点で予約注文すると、まあ、製造開始前までのキャンセルであれば全額ね返金されるので、まあ、ちょっとね気になる人だったら11月24日ぐらいまでにオーダーしておくのがいいかなと思います。っていう感じで PC とね接続して使う前提のバイザーなんですけど、実はね最近ちょっとアップデートのアナウンスがありまして、スタンドアローンで動作するようになりましたっていうのがあります。まあ簡単な作業だったらバイザーとキーボードだけを持ち歩いて、まあ、カフェとかでねこう作業ができるようになるのかなっていう、まあ、そういうね、まあ、予想はしています。完全にビジョンプロを意識したアップデートですね。でもう一つとしては、これねあんまり詳しく状況分かってないんですけど、ワイヤレスで一応単体で駆動するようになるみたいです。もともとは、まあ、バッテリーパックみたいなビジョンプロと同じようなバッテリーパックを挿して、でその先からこうね PC に有線もしくは Wi-Fi で接続するっていうモジュールがあったんですけど、それなしでも一応ね Wi-Fi とか Bluetooth に対応するみたいなアナウンスがありましたね。ただ、まあ、軽さを重視するためか、そのね本体のバッテリーパック自体は30分ぐらいしか持たないらしいので、本当にちょっとトイレに行くときに離席するとか、本当ちょっとした使い方しかできないとは思うんですけど、一応ね単体で駆動するようになるっていう、まあ、アップデートがあります。もちろんねオプションでこう有線接続してバッテリーパックを使えば、まあ、2時間とか4時間とかアップデートバッテリーがねアップデートできるらしいんですけど、まあそういうことがありますね。はい、っていう感じですかね。で逆にね懸念点、実際どうなんだろうって思っているところも一応ね、まあこういう動画なので紹介しておきます。まず一つ目として、やっぱり VR 機器は本当にね開発発展途上なので、実際に試すまでは本当にいいのかどうかっていうのはね分かりづらいっていうところですね。まあメタクエスト3とか Apple Vision Pro とかこういうね XDR とかもそうなんですけど、結構まあマーケティング先行で実際にできることよりもすんごいことができるみたいなね言い方をする傾向にあるんですよね。特に VR とかヘッドマウントディスプレイって実際に自分でかけてみないとわからないので、どうしてもね、まあ、CG 映像がすごいリアルというか本当にかっこよく紹介されすぎてるんですよ。まあ、バイザーもね結構映像としてはすごいおしゃれで、うわこれすごい使えるっていう感じになってるんですけど、まあ、実際に使えるかどうかは、まあ、試してみないとわからないっていうところが、まあ、一つですね。で特にねスタートアップが開発する、まあ、ハードウェア、例えばクラファンとか想像してもらえると分かりやすいと思うんですけど、ああいうアイテムも実際にね届いたら違かったとか、仕様変更だったり、まあ、開発の遅延がめちゃくちゃあって全然届かないとか、そういうこともあったりするので、その辺もね含めてちょっと まだ懸念かなっていうところはありますね。で2つ目としては、やっぱりね単体でブラウジングできるっていう風に歌ってるんですけど、それがね果たして日本語に対応するか、そもそも外部キーボードとかトラックボールとかマウスとかそういうのに対応するのかっていうところも、まあ、一つ気になってるポイントです。最悪使えなかったとしても、こうやってね装着して PC と接続すれば、まあ、本来やりたかったこと、まあ、ユーザーが求めていたものっていう感じになるので全然いいんですけど、まあ、せっかくねウェブブラウジングできるならこれとキーボードだけ持って外で作業するとかかっこいいじゃないですか。まあ、そういうのをねやってみたいんですけど、まあ、メタクエスト3みたいにね日本語入力に対応していないとか、そういうところになってくると結構ね、まあ、単体で使うのは難しいんじゃないかなとかは思ったりします。で3つ目としては、機能のねアップデートがされてチップを搭載したりとか Wi-Fi とか Bluetooth 対応するっていう話してるんですけど、それによって、まあ、重くならないかなっていうのはちょっと心配ですね。まあ、そもそもバイザーはディスプレイ代わりでこっち側 PC 側でね処理をすることで軽くなるっていうイメージだったので、単体で使えるようになるってなると、もちろんバッテリーを搭載したりとかチップ搭載したりしなきゃいけないので、その分ね重量がかさんでくる気がするんですよね。で重さが残
かってくると結構長時間つけるとね、割と疲れやすくもなったりするし、体格とかによってもねつけづらさっていうのは変わってくると思うので、できるだけ軽くしてほしいっていうのがあるから、ちょっとねその辺の機能の上乗せで重くならないかっていうのはちょっとね心配しているところです。でしかもね、光学パススルーじゃなくてカラーパススルーっていう言い方をしているので、おそらくね、まあ、カメラ6機搭載しているから、そこで見た映像をこのサングラス型のディスプレイに映し出すと思うんですよね。なのでそういうところで発熱も気になったりとか、重さ気になったりとか、その辺実際どうなんだろうっていうのはやっぱりね実物を見てみないとわからないところなので気になってるところですかね。まあトワログとしてはやっぱりこの方向めちゃくちゃ楽しみなので、全然ね10万円程度であれば人柱できるかなってところなんですけど、もし気になっている人はまあトワログとかそういうね他の人の手元に届いた動画を見てから購入するのでも良さそうかなと思います。はい、はい、というわけで今回はねバイザーについていろいろと紹介してみました。現時点でねプレオーダー、まあ、予約注文してる段階で、特にね11月24日より前に購入すれば、まあ、3万円ぐらい安く、まあ、11万円ちょっとで購入できるので、気になった人は今が一番おすすめですという形です。でもしね、まあ、機能性とかそういう懸念点とかを見て、わあまだちょっと分かんないな、ビジョンプロとか来てからだなって思う人はその後でもいいと思うんですけど、まあ、製造よりね前であればキャンセル可能なので、まあ、この価格で今のうちにね予約注文しておくっていうのも良さそうかなと思います。まあ、一応ね概要欄の方にリンクを載せておくんですけど、まあ、ここから購入してもらえると、なんかねたくさん購入されると本社に呼んでもらえるみたいな、そういうのがあるらしいので、ぜひこちらからお願いします。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。もしね気になることとか、こういうのできるのかなみたいな質問があればね、コメントでお願いします。そして気に入っていただけた方、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トボログでした。